長襦袢の脇を縫い終わったら、イカの頭、この三角の部分をこの形に畳んで、糸で縫い押さえます。押さえ方は一筆書きの要領で、この部分から、こちら後ろ身ごろです。この部分からこう押さえて、こう上がって、こう下がって、この方向に行って、ここで縫い終わります。これは下前です。上前は今度は逆に、こちらの部分が後ろ身ごろで、こちらの部分が前身ごろになります。押さえる順序は、今度はこの、上げの縫い、身厚の下ですね。ここが身厚で、ここが上げの縫い目です。ここから下がって、横に行って、上に上がって、下に下がって、今度はここから脇縫いの方向に行って、ここで縫い止まります。ここが縫い止まりになります。イカの頭の始末が終わったら、ほどいた脇付けを付け直します。小手で折りを消して、もう一度三つ折り向けの折りをし直します。まずはほどいた糸をつなぐために玉留めをします。玉留めが出ない縫い込みに隠れる位置から針を入れて、この茎は三つ折り抜けです。自分は上げの部分は表に縫い込みを出さないように縫い抜けにします。時々針目が出てないか確認します。この部分を上げのとこですね、ここを縫い抜けにしました。よってここですね、ここにコケの針目は出ていません。残りこの部分は表に針目を出す三つ折り抜けにします。届いてない部分までかけたら糸を抜いて玉留めをして、玉留めを表から見えないようにこの縫い込みの中に入れます。まず玉留めをして1回抜けない念のために1回ぐらい。掴んで糸をギュッと玉留めを縛って、この時にここを掴んで糸が引けないようにします。そして縫い込みの中に針を入れて、この中に玉留めを入れちゃいます。軽く引っ張ります。これで縫い込みの中に玉留めが入っちゃいました。そしたら糸を切ります。